どうも皆さんこんにちは。こんな姿になってしまったさやです。このオープニングとなればもう夏目さんちを見てくださってる方ならわかるでしょう。そう、ドッキリです。いやなんかさ、先日源さんがドッキリの動画をね、ちょっとこちら上げてたんですよ。私ドッキリ仕掛けられたんですけど、ドッキリの悪いとこですね、お互い全然タイミングが分かってないのでドッキリタイミング被るっていうはい、というわけで今日やっていく企画は何ですか。今回やっていく企画はこちら。初めて行くレストランに妻の絵が飾ってあったら夫は気づくのか。というわけで、一人来ちゃった。ああ、かわいいが来ちゃった。はい、今回の企画は、初めて行くレストランに妻の絵が飾ってあったらということで、娘さんちってほぼ毎日一緒にいて、まあこうやってね、お絵かきチャンネルを4年ですかぐらいやってきたわけで、もうほぼ毎日お互いの絵を見てるわけです。初めて行くレストランとかに、私が描いた絵が、なんか貼ってあったら、ゲンさんはなんかリアクション、すんのかなと思って。いや、そんなわけないよな。え、だって初めてだよ。え、でも、あれは明らかにさやの家じゃない?みたいなことが起きるのかな。で、何も起きなかったら悲しいんだけど、ぜひ気づいていただきたいというわけで、この企画をね、1年ぐらい前から、もう本当にパラちゃんが生まれる前から思いついてたの。だけど、お店の方とね、こう協力させていただかないといけないから、いや、どうしようかなって思っていた矢先、チームのね、とある方のお知り合いのね、お店の方がご協力いただけるということで、お店が決まったので、結婚しようと思います。ねえ、わらちゃん、どう思いますか?そうですね。ここまではとても長い道のりでしたね。いや、そうですよね。わらさんもね、全然興味なさげですけどね。あ、言っちゃいそう。まず、この24時間マジで一緒にいる夏目さんちなんですけど、どうにかして、こっそりお店に飾る絵を描いていかなければならないのですよ。今のところね、考えてるのは、ね、ちょっとメニュー表とポスターと、こう飾ってあるいい感じの絵っていうのをね、ちょっと描けたらいいなって。それでゲイさん、初めてだよね?みたいな、そういうゲイさんのね、こう、どよめいた?いや、動揺した?いや、とどろいた?いや、顔が見たいわけですよ。今までだってサイさんのドッキリで成功したのはポケモンカードというね、もう素晴らしいこちらの動画なんですけど、ぜひ見てない方はね、サイさんのドッキリが大成功した動画があるんですけど、ぜひこれに続くね、名動画をもう一本作っていこうと思います。わらちゃん、撮ってるんですよ。こっち見てください。あー、いい子だね。あー、かわいいね。ほら、わらちゃんもわかるよね。ゲイさんの驚いた顔見たいよね。ねー。わらちゃん、じゃあねー。それでは、いくよーにゃーん。みなさん大変です。大変なんですあの本当はね、いつもの通りよし、じゃあ描いていきますみたいなさ、今回はこれとこれを描きますみたいな、こう描きながらねトークするみたいなパートを撮りたかったんですけど、なんとね、全然あの男いなくならないんですよ全然家にいる。めっちゃ家にいる。前回までのポケカとかドッキリやってる時って、だいたいゲイさんがご実家にね帰って、実家でパソコンのトラブルがあってちょっと直してくるねとか、そういうことがあったんよ。だけど今回ね、もうほんと平穏平穏すぎてずっと家にいるなのでこっそり書くみたいなねことが全然できなくてですね、あ、ちょっと早起きなのよ、ゲンさんの方が、ね、全然ね書けなくて、もう本当に頑張って超こっそり書いてます。超こっそり書いてる、書くことしかできないというか、そしてさらにですよ、背景どこだと思いますか。なんかね、全然夏目さん家じゃないじゃんって、ここどこよって思うやない。見てほしい、ちょっと、よいしょ、よい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 よ、じゃーん、ご覧ください。海です。海なんです、ここなんと向こうに来てしまいました。そう、あのね、夏目さんち、こちらの動画でね、急遽お休みしますっていう動画を出したんですけど、マジに急遽お休みになってしまってせっかくこの期間だから食リポでも行くかっつって旅行に来たわけです。だから何でも準備もできてないまま旅行にも来てしまって、そして海を見ているっていうね。なので、すみません。ちょっとね、ゲンさんをびっくりさせるための絵を描くパートというものがごっそりなくなってしまうという、予想だにしない状況になってしまったんですね、こちら。笑ってる場合じゃない。
もうほんとあとね、2日後とかに迫ってるんですけど、やばいです。ちょっとね、美しい海のね、穏やかさと裏腹にさやさんは心の中にね、一抹のね、焦りを感じております。でもね、まあ、せっかく来たんだからね、楽しんでいこうと思います。ほら、海綺麗でしょ、みんな。はい、というわけでね、準備を進めていきつつ、準備ができたら、ちょっと行く前にね、一回ご報告をしたいなと思いますので、ああ、サイさん、クソ焦ってるな、みたいな感じでね。こんなことない、親がキパーとかない夏目さんちの動画になっちゃったんだけど。もう、24時間一緒だからね。ということで、こっそり書き進めてまいろうと思います。まずはこちら、文化祭風ポスターですね。はい、もうね、はい、もう見ての通りっていう感じなんですけど、ほら、なんかよくわかんない線出てきたでしょ。これ全然測って引いてないからさ、あんまり意味ない線でさ、でもなんかぽいでしょ。そう、普段ね、アナログで色塗りをしている身なので、ものすごい動揺がこのデジタルタイムラプスには込められてるんですけど、なんかいい感じにカットしていただいてますね。はい。もっと無様でした、本当は。そう、やっぱね、こう、隠れて描くってなると、ちょっとアナログだと厳しいので、挿絵のね、普段動画のに挿絵を挟んでるんだけど、それの描く合間に、20分かこっち描いて、20分挿絵描いて、みたいな感じで、こう、隠れながら、そして、かつ、その、慣れないデジタルになんか四苦八苦しながらというね。いやーもうこれはね、なんかもう、すごい苦労しました。一週間ぐらいかかった、本当に。はい、でね、もう、この後ね、ものすごいクソダサい指示が入ってくるんですけど、それはね、なんかちょっと後々ね、ちゃんとかっこよくね、文字とか入れてもらう予定なんで、ちょっと完成品も楽しみにしてほしいなと、こちら写真を背景描く時間ないので、ぶち込みました。で、こっちはテーブルに置くポップ用ですね。これね、さやさんの字丸出しだから、これめっちゃ原作にバレるんじゃないかなって思ってるんだけど、果たして、結構可愛くないですか？結構可愛くないですか？気に入ってます。はい。というわけで、カメラ上からのね、手元で描いてる動画をぜひ入れたかったところなんですが、隠れながら描くというね、縛りがあったもので、今回うまくいきませんでしたね。今撮ってるのが、あと2時間後かな？例のレストランにね、出発するところなんです。なんですけど、ちょっと今ゲイさんがちょうどシャワーを浴びているところなので、今回ね、ご用意できたものを少しご報告しようかなと思います。実物の用意したやつは、先に準備に向かっていただいているね、チームメンバーにお渡ししてしまったので、ちょっと絵がデータしかないんですけど、まず1個目。じゃ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 ーん。新メニュー、サルサチャーシュー丼。こちら。ね、実際にね、めちゃめちゃ美味しそうな、このチャーシュー丼のね、お写真をね、ちょっとお店の方からいただいたので、今新メニューこんなのあるよ、みたいなのさ、テーブルの上にさ、なんか、こんな感じでさ、立ってるやつあるじゃん。なんかドリンクメニューとか書いてあったりとかすることが多いけど、そう、あれをちょっとイメージして書いてみました。テーブルにこれは置くようで、実際ね、こちらね、9月からの新メニューかな。ちょっとピリ辛なやつで。で、めちゃめちゃ美味しそうくない？これ。はい。そして、2つ目。じゃじゃーん。はい、ちょっとこちらはね、ポスターですね。これは学園祭のポスター。千葉県立。なんて読むと思いますか？千葉県立、さやぴ高校です。普段、私は水彩画でイラストを描いてる身なんですけども、ゲンさんもね、結構そのイメージがね、強いと思うので、デジタルで描いて油断させようかと思って、デジタルで描いてみました。後ろね、すごいいい空なんで、写真なんです。もう、ダメ、背景描く時間ないと思って。すごい大慌てで描いて、これ。なんか普段動画にね、こう挿絵を描くんだけど、その挿絵の合間とかに、ここそこそ描いてたっていうね。多分ね、ゲンさんもね、なんかいつもよりめちゃめちゃ時間かかってんなーとか思ってたと思う。そしてこの、なんかいい感じにさ、文字入れてくださったんですよ。チームの湯原さんにね。これだけデザインしていただけませんかってちょっとお願いして、この文字入れてもらってよりぽくなりました。めっちゃぽくなった。一応ね、お店に飾ってあるのはこっちのパターンなんだけど、ちょっと田舎の町内会のお知らせ風みたいな感じのちょっとあっさりデザインの方もね、作ってもらいました。これはこれですごく好き。このポスターもね、どこかに貼られてますので。で、あともう一枚、ちっちゃい、今回のなんかポストカードくらいのね、水彩画をね、一枚隠しておりますので、それもちょっとどこかに。さらになんだけど、この他にももう一個ちょっとね、びっくりイベントを用意しておりまして、多分もしかしたら A よりこっちの方がびっくりするかもしれないんだけど、チームナッテムさんちとスタッフが全員いるっていう。あ、皆さんが、狭から出てきたことがする。まずい。
というわけで、お洋服選んでる。今日は暖かいですね。どうしたの急に。やだ、すごい。なんで見て、すごいでかい。深めのかさぶたがいいですよ。深めそんなことができる。わーちゃん、おかしいね、あのさん。32歳なのにね。お前、人間年齢で言うと60歳だね。かわいいね。君はね、ぶりっこしてんじゃないよ。あー、かわいい。動画撮っちゃおう、かわいいから。なんか、わらちゃんがこっちに運ばれてきた。あー、かわいい。わらちゃんがこっち来る。光輝く猫が来た。かわいい。ほら、ゲーセン、とっとと支度してください。はい、髪の毛びしょびしょじゃないですか。はい。はい。さよなら、ほら、みんなゲイさんの足だよ。バイバーイ。危なかった。危なかった。そう、そうなの。実は、チーム夏目さんち総動員で実はいるっていう。絶対そっちの方がびっくりする。妻の絵が初めて行く店にあったら、夫はどんなリアクションをするのか。そして、いつも仕事してる仕事メンバーが休日なのにほぼ全員揃っていたら、どう思うのか、見ていこうと思います。ハロー、どうも皆さんこんにちは。はい、さやぴちゃんのトンネルチャンネルでーす。続いてたんだ。確かに前回もこっち方面ね、はい、千葉の下の方向かうときにさやぴちゃんのトンネルチャンネル始まってたと思うんだけど、いやね、はい、私たち今お休み中じゃないですか。そう、いやそう、お休み中なんだけど、なんで動画撮ってんねん。まあ、サヤンチぐらいだったら、ね、俺たちだって YouTuber だからさ、生きとし生けるもの全ての生活をさ動画に収めなきゃいけないって。それ絶対休めないやつじゃん。ヒカキンさんも言ってたし。言ってたかな。言いそうだけど言ってないと思うけど。毎回こうお出かけの時はパラちゃんがいなくて皆さん心配になっちゃうかもしれないんだけど、はい、今日はね、うちのパピー&マミーがね、ジージとバーバーがね、そうなんです、そう、どうしてもパラちゃんに会いたいっていうので、先にあっちから声がかかって、うん、あ、マジっすかってなって、あ、じゃあちょうどいいからちょっと見ててもらっちゃおうかなと思って。両親はやはりパラちゃんには会いたいものらしいので、いや、そう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 、需要と供給が一致してね、一致した日です、はい、あとはもう到着したら、そうですね、はい、お店の紹介もしつつ、なんか石田くんのお知り合いの方のお店で、ちょっと石田くんを通じて、あの、ちょっと撮影もねしていいよってね言ってくれたみたいなんで、うん、あら、ありがたい。全部石田くんに聞いてもらった。あ、そうなんだ。だから今回さや自信満々に撮影許可取れてるよみたいなこと言ってたの。今度休みだから行きたいなって言ったら、うん、あ、じゃあなんかもしなんか撮るとかあったら聞いときましょうかって聞いて言われてくれて、お前に甘えてる。もうかゆいところに手が届くっていうか、もう西田の手を持ってきて書いてるって感じなんですけど、はい、西田くんのね、ご好意により、はい、聞いてくださって、無事に撮影許可も取れてるので、ありがとうございます、はい、そして許可を出していただきありがとうございます。ありがとうございます。というわけでお店の前で会いましょう。集合ね、みんな。現地集合ね。みんな呼ぶんだ。バイバイ。到着。到着しました。はい、ここ、ほら見て。自家製炙りチャーシューって書いてある。いや、もうこれを食べに来たわけです。いや、めっちゃ楽しみなんだ、はい、マジで。ビータスカフェさんです。めっちゃおしゃれやん。お隣がなんか、バイクだ。あ、そう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 。車のなんか修理とかを山へやってたらしいって。なるほどね。あ、お客さんいらっしゃいますね。あ、じゃあちょっと止めましょうか。え、一旦止めとくか。ちょっとでもここへばいじゃない。よし、行きましょう。すいません、あ、2人です。お願いします。あ、はい、あ、じゃあゲイさん OK です。はい、無事に夏目さんちお席に到着。すごく考えられた席にね、あの、何も知らないゲイさんはご案内されて、メニューを楽しそうに見ておりますが、デスクのところにもちゃんとさやさんの罠1、そしてゲンさんの背後にあるね、チューリップの絵もさやさんが描いたもので、置いておきましょう。お店の中はこんな感じです。ぐるーってメンバーがお客さんのふりをしていて、そしていや文化祭ポスターですね、潜んでおります。ご覧いただけたでしょうか、この数々の罠、ゲンさんはくぐり抜けられるんでしょうかって思ったけど、くぐり抜けちゃダメだ、気づいて気づいて。やっぱりチーズチャーシュー丼と炙りチャーシュー丼のこの2つ頼んで、うん、じゃあそれでいこう。すいません、すいません。
なんかこんなさ、外撮影ってさ、嬉しくない？確かに、でもさ、ちょっとお店で撮っていいっていうさ、何このポーズ、おかしいだろ、カメラをカメラで撮ってるのやめろ、ほら、さやさんいいよ、下ろして、さやっちだから、さやっちね、あ、見て、互い違いのライトとか、ああいう飾り方したいよね。あ、うちのカレーパンああいう風に飾るべきだよ、うん、ね、絶対、うん、サインもめっちゃあるんだね、おしゃれだな、いいところだ、嬉しいな、なんか安いって感じするじゃん。確かに。ここまで特に目立った反応がないので、ちょっと早速攻めていこうと思います。ほら、あなたの妻の家はこんなに近くにあるんですよ。あ、これ新作だったんだね、サルサ。サルサ、これも食べたかったな。ね、でもゲンさん絶対チーズだと思ってたけど、でもメインは炙りでしょ、だってそう、あ、そうそう、でも炙りチャーシューのプラスアルファなんじゃないの、まあ、こういうのって僕すごい絵になるわ、背景が。あ、そう思ってる後ろがあった、ここがつかなかった。すげえ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごっ、思ってた20倍ぐらい持ってきた。めっちゃすげえ、すごい、ワクワクしちゃうね、こんなあ、見てください、さやがこれぐらいなんですよ。いや、さやはこれぐらいで飲みなよ。めっちゃいいね。ほら、おじさんのも取ってあげるよ。いいよ、やば。あら、美味しそうですね。牛めちゃめちゃこぼれてる場所と源さんだよ。美味しそう。あ、いいですね。めちゃめちゃ美味しい。これ源さんだけど、めっちゃバクバクしてた。これ源さんなんだ。うん。あ、そっか、これパフェやん。取られてる。当たり前じゃん。いや、マジでね、これ場所が良すぎて嬉しいね。タイをちょっと右端に置いて、あ、もうちょっと寄りましょうか。いや、いい、それはちょっと寄りすぎそう。よくさ、負荷が降りてたところでさ、見やすぎて喋れない。すごいよね、やっぱね、他の YouTuber さんはね。無理だよ。しかもこの、ちゃんとこう誰も映らない席をさ、こうご案内していただいてるからさ。そういうことだ。あ、そうそう。ありがとうございます。そういうことですね。はい、クリームソーダをね、美味しくいただいてる最中、ゲイさんすみません。あの、気づいてもらえませんか。この後もチャーシュー丼来ちゃうよ。チャーシュー丼しか見なくなっちゃうんじゃないの？大丈夫？ありがとうございます。こっちです。めちゃめちゃ美味しそう。やばすぎる。やばすぎる。めっちゃうまそう。はーい。うわー、すごい。こっちもやば。待って、そっちだったかもしれん。あれ、どっちも食べればいいよ。どっちもちょうだい。うん。お前はそうやって言うと思ってたよ。え、すごっ。嬉しい。食べますか、じゃあ。ね、食べましょう。いいよ、さや食べて。さやんちだから。ありがとう。さやからどうぞ。じゃあ、いただきます。美味しそう。え、すごっ、見て。え、やば。一枚さ、どかしてもさ、ご飯が出てこなかった、まだ。何それ。え、待って、待って。え、そっち二つだったんじゃね、もしかして。どうですか、じゃあもう衝撃、うん、そのチャーシューの香ばしさと、あ、いいそのチーズの、ま、まろやかさ、恥ずかしいからいただきます、はい、え、すごい、卵中にいるんだけど、え、卵いるの、卵が中にいる、やばい、ほら、え、ほんとだ、煮卵ちゃんみたいなのがいる、 いかがですか、やば、2センチで感想述べてください、やばもう一個食べたいもう欲がそっちもちょうだい、はいよ、ちょっとこれも肉食っていい、こっちも、うん、チーズかかってるとこ食べな、いかが、うまいね、待って、こっちだったなこっちだったな私はね、ゲンさんは絶対チーズだと思ってたけどね、どっちも半分ずつ食べればいいよ、そうする、うん、でも半分ずつって概念苦手なんじゃないの、うん、いや、わかる、あの半分食べようとするじゃん、でも俺半分どっち食ったっけみたいな、でも俺 60% 食ったっけ、いやでもさやは 40% かな、いやでもって 50-50 で考えちゃうからえ、さやはどっちが食べたかったの、どっちでもいい、私はチャーシューが食べたかったから、え、どういう顔なんですか、そんな、なんかさやがシャニカ前と大人ぶってるのが腹立つな俺はこんなにここにときめいてるいや、めちゃめちゃうまいよ、めっちゃうまい、やばい、なんかニコニコしてる、すっごい美味しい、ゲイさんが笑顔になってくれて嬉しい、え、本当に食べていいの、こっちいいよ、食べて、そう、優しい、うん、優しいよ、さやいつだって珍しいんですよ、この男がお野菜食べるなんて、いや、けんぴらもついてるのか、ちゃんと食べて、食べないよ、もう食べる、もうええってもうええってとか言われた今日のサイエンチのさ、うん、カフェをさ、うん、食べたらそれで終わり、そうだよ、うん、あ、そうなの、うん、食べちゃうんだよ
サブちゃんで行っちゃって。だけど本当に近所にあったら絶対来るの。ミニプレゼント。毎週来ちゃう。ね。来ちゃうわ。うますぎる。うん。ゲイさんが丼ほぼ 1.5 食べて。いや本当だよ。でもね、1.5 食べても後悔があんまりない。もう後悔もあるけど。いや、すっごい美味しかった。ね。コーヒーゼリーをいただくか。いただけ、いただけ。美味しいよね、うん、すごい美味しい。本当にただただ美味しくチャーシュー丼をいただいただけの本当になんかおしゃれな Vlog になっちゃいそうなんで、そろそろちょっともう一回ゲンさんにけしかけてみようと思います。ほら、あの後ろのチューリップなんかおかしくないですか、ゲンさん、ゲンさん。なんかさ、うちのさ、テレビ台の上もさ、ああいう感じのこれね、そう、ドライフラワーの。確かに、それはそうかも、うん、かこういうのぶら下げたいよね。ね、文化祭、文化祭やるって。文化祭第38回米祭きた、やっとやっと、もうお腹が空きすぎて多分余裕なかったのかもしれないんですけど、やっと風景を見る余裕が出てきたんですね、ゲンさん。果たしてこれで気づくんですか、気づくんですか。米祭祭とか言ってないで。祭祭、米祭祭でも文化祭っぽいけどね。サヤの好きそうな少年、サヤの好きそうな少年、話が合いそう。え、てか高校生なんだ、うまっ。てか高校生なんだ、うまっ。すげえ。ありがとうございます。またこうやって2人で2人で撮り始めちゃったらさ、こんな2人でさ、こんなことだ、ね、すごい、なんかやばい、このカット後で見てほしい。ドンピシャすぎる。映画の冒頭なんだけど特になんか取り留めのない会話を永遠にこのカットで映し続けるっていう。確かにありそう。今日の夢なんだった。え、私バンプオブチキンが可愛くてごめん歌ってたけど、すげえ気になるんだよな、それ。この間言ってたんだけど、最後そう、昨日見た夢がね、うん、バンプオブチキンがね、可愛くてごめんを歌っていたっていう、すごい気になる夢を見ました。いただきます。うわすごい、うまっ。うまいですか。うまっ。すげえうまそう。どうすか、ほら食レポしなきゃ。美味しいです。やめちまえよ。一口いかが。食べる。いただきます、うん、どこ食べたらいいのこれ。このね、プリン部分食べてみ。プリン、これ下がプリンなんだ、うん、わー、待って、いただきます。美味しいね。うまっ。ここまでゲンさんの頑張しい反応が見られなかったんですけど、ちょっとお店が貸し切りの時間が迫っておりますので、もうここ一度聞いちゃいましょう。もしかしたら気づいてて、なんか、え、ちょっと、え、そんな、え、言えないみたいな感じになってる可能性もあるので探り入れてみます。果たしてゲンさんは気づいてたんでしょうか。じゃあゲンさん、美味しく食べてらっしゃるところ、はい、お聞きしたいんですけど、はい、このお店、何か気づくことはございませんか。何か気づくことはございませんか。何か気づくことはございませんか。ちょっと一回さ、ぐるーっとカメラで見るか一緒に見ていこう。はい、ぐるーっと、ぐるっとこっちか。はい、おしゃれな店内です。あ、ちょっとね、暗くなってきて、奥のイルミネーションも綺麗な感じなんですけど、どうですか。あのさ、うん、いや、なんとなくね、うん、ふんわりそんな気がしてたんだけど、うん、エンチャンネルとクジラさんがいるお店に。お店に、え、だって初めて来るお店だよ。そんなわけないじゃん。やるさ、やんちでそういうこと。いや、しょうがないな。あ、すみません、お店の皆さん、もしこの人のことご存知の方いたら、ちょっと手を挙げていただきたいんですけど、いらっしゃいますか。全然違った、しかも。待って、こっちも。一番奥にいらっしゃる誰だか覚えてました。ゆうてんさん。え、しかもにゃむこさんなんだ。そうです、にゃむこさんと。ゆかさんかと思った、一瞬。え、で、クジラさんが。はい、クジラさんがなんと今日は。メンズじゃん。メンズバージョンでいてくれてます。あ、どう、ゲンさん。さやの絵だ。あ、これの話してる、もしかして。そうだよね。ほら。今気づかれました。今でしょ、そりゃ。え、今気づかれた。なんか撮ってるし、怖っ。お店の方も知ってらっしゃる。お店の方もご存知でいらっしゃいますよ。それはもうありがとうございます。はい。え、何してんの。やば、怖っ。というわけで勢ぞろいだったんですが、何かまだおかしいとこないですか。何かまだおかしいとこあんの。気づかないですか。全然まだあるじゃない、この。全然まだあんの。待って、どういうこと、どういうこと。え、それがさやの絵でしょ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとこちら、ムカつくー。
見して、書いたんこれ。すごっ。しかもデジタルだし。ちょっと咀嚼じゃん。水彩で書いてくれよ。よく読んで。千葉県立佐野飛び高校。じゃあ行っておいでよ、ほらここ。ここに行ったら分かるって、全てが。この企画で気づいてないから頓挫してんだって。何に気づいてない？今だってもう気づいたじゃん。7年も連れ添ったよね。どういうこと？ペペちゃん、ちょっと待って、何か気づくことないですか？これに対して全部、この世界、社会に対して何か思うことありませんか？マジで？もう知りたい？ちょっと待って、あと2秒。1、全然間髪入れずすごいマジでな。じゃあこのお店のさ、ちょっと歩いてみてさ。歩いていいの？そう。めっちゃ印刷綺麗。いやすごい、なんかこれ絵はすごいいいんだけどさ、何に気づけばいいの俺は。すごいな、これすごい綺麗に貼ってくれて嬉しい。怖い、急になんか。お前は世界に一人ぼっちだよ。すごい、この感じがすごいわ。怖いわ、この状況。孤独だ。何があるの？何も気づかなかったですか？ほら、新作のサルサ丼だよ、源さん。書いた？かわいいね。かわいいね。書いた？実を言うと、はい、あともう一個あります。紛れすぎじゃない？それはどこかな。ちょっとパフェ食べてるからさ。そうだ、パフェ食べてて。パフェ食べてるからさ、探しといて。ちょっと探すわ。源さん、よく考えて、全てはつながっていたの。なぜあなたはそこに案内されたの？全てが見えるところだからだよ。ゲイヤな案内だわ。しかもさ、店内の BGM がなんか配慮されて止まってるのもちょっとゾワッとするわ。じゃあお手つきは25回までね。結構許してくれんな。待って、マジで言ってる？ここから見て全部見えんの？お店の中全部見て。ああ、うん、なるほどね。ところ狭しと全部見て。全部見ると、うん、いいお店だ。でしょ。トリちゃん急いで。そう、急がないといけないの、もしかして、うん、お手つきゼロ。24回どこ行っちゃった。人間マジでね、混乱すると思考が止まるということが今回分かった。多分一番ドッキリされてる気がする、うん、人生で一番。でしょ。マジ。しょうがないな。何があんの？じゃあこれ抱きしめて、うん、これは。これが導いてくれる。これに願えば。あなたの妻が書いたのはこれです。いや、わかんねえよこれ。言わせてほしい。あ、いいよ。初めて行くお店に、うん、妻が書いた絵あったら夫は気づくのか。イエーイ。でチーナッツの方の企画は、初めて行くお店にチームメンバーがお客さんのふりしていたらバレるのか。イエーイ。ー正解発表します。はい、チーナッツは撮ってません。撮ってないんかい。撮ってないの。検証結果、夫は気づかない。イエーイ。あ、面白かった。なんかゲンさんがじーっとあのポスターこうじーっと見て、コメン最低。頑張って読もうとしてるのはめちゃめちゃ面白かった。結構私、サルサチャーシュー丼とかいいよねって言ってたけど。いや、いいけどさ、全然見ないから。もう違うじゃん。でも今僕はだってチーズチャーシュー丼頼んじゃったわけじゃん。そう、ゲンさんはチーズ、気持ちがチーズに向かってたんだよ。それはでもこうやって、これ新メニューなんだ。これ本当の新メニューだよね。だって載ってましたもん。そうだよね。そう、書かせてもらったんだ。それ書かせてもらったっていうか、今日この瞬間のためだけにあります。何が、うん、今日この瞬間のために使う時用で書きました。ああ、そういうことね。で、このプラスチックの板は経費で落としました。しかもさやが作ったんだ、これ。これごと。普段あるわけじゃないんだ、こういうの。気づかなかったね。なんか、めちゃめちゃおもろい。どう言わせてくれちゃう。普通にチャーシュー丼満喫してたね。普通にチャーシュー丼美味しく食べただけだったよ。よかったね。これはじゃあメインチャンネルなんだ。メインチャンネルです。嬉しい。なんとほら、初めて行くお店に妻の絵があった。チャーシュー丼が美味しかった。美味しかった。なんか知らんけどみんないた。なんかいた。新しい動画が撮れてる。なんかね、4サプライズ。うわ、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。この時間貸し切りにさせていただいてるので、マジかよ。この料金は全部ゲイさんの方に付けさせて、あと、あのみんなが食べてる料金も、カメラに映らなかったメンバーは1時間前に来てお食事されてるので、はい、その料金も全部ゲイさんに付きますので、はい、後であの領収書の方だけよろしくお願いしますね。受け取ってくださいね。お疲れ様です。いや、全然お気になさらず。ごちそうした気がないのが一番なんか、そうしてる気がするけど。ごちそうさまです。
いやでも今回ね、あのご協力いただいたビータスカさん、はい、本当にありがとうございました。はい、よかったらね、この動画見た方もできたので、ね、はい、あのここ遊びに来ていただけたらめちゃめちゃ美味しかったので、はい、きっとこれはもう多分ないはず、多分あのポスターもないと思います。終わっちゃったから今日で終わりだから、確かに今日で10月7日だからごめんなさいわ。じゃあこれ最後にこれのねネタ明かしだけしましょう。第さや会、第さや会、ごめんなさい、千葉県立さやぴ高校。気づいた。そしてこちらはさやぴ高校、一体どこにあるの？村穴。千葉県そんなところに町ないけど。みんなもごめんなさいに来てみてね。で一言締めてください。はい、じゃあピピちゃんこれ胸に貼ってごめんなさいということで、はい。なんで僕がなんか謝るみたいな。チャーシュー丼めちゃめちゃ美味しかった。これはどうでもいいから食べに来てほしい。ありがとうございます。ありがとうございました。松江さんちでした。